ピット離れ後手を踏んだのは2番の小場昇作ですが、なんとか定番を主張したいという意思は伝わってきます。果たしてその並びがどうなりますか。バックストレッチ側、なんとか枠なりで確定折り合いそうでしょうか。変わらずしっかりと追い気味の風が吹いています。その風 4,5 メートル前後という状況です。シリーズ2日目の戦い、オープニングカードは人気サイド2連単3連単とも1番人気の決着、2レースはどのような決着となりますか。グランプリ特選が始まります。結局ピットバラで後手踏んだ2番小馬ですが定番主張です。結局は1、2、3、4、5、6枠なりの待機行動。2日目は内枠2走です。ポイントアップの大チャンス1コース1番の天野秋代、初日のドリームメンバー。昨日は大外枠克服の2着2コース2番の小馬昇作、ピットバラで後手踏みましたが定番主張で2コースに収まります。3コース3番の加瀬智弘、こちらも初日は2着発進。初日は整備力と決断力光りました。見事な整備が当たって気力は大幅上昇、連勝発進でした。角1、4番地元山口吉村正明、今日はここ1回走り、初日のドリーム戦ウィナーです。5コース5番の岡本太昨日は3着2本、6コース6番の藤田博人、3対3の枠なり。新入院から1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター勢3、4コース、そして5コース5番の岡本も含め3人いいスタート。角から出ていくか、4番の吉村正明、力ずくで一周一マークまくっていく。少しこれは流れていって、真ん中でこらえるのは1番の天野、最内からズバッと5番の岡本太志がまとめてかわしたの勢い。スタートは前提正常でした。狭い懐をスパッと切り裂いた5番の岡本、先頭に躍り出て、1番天野が2番手、内から6番の藤田、これは大波乱の匂いがかなり漂ってきました。一周にトップで戻ってくる5番の岡本に対して内1番の天野の差しはどうでしょうか。わずかに届かず5番の岡本先頭キープ、時計前では一定審判のリード。2周目です。1番天野が2番手で3番手から虎視眈々と6番藤田が前を見据えます。レースは2周1マーク、内側から潜り込んでアタックは6番の藤田ですが、かわしたる1番の天野、さあ今度は返す刀で先頭を伺っていく5番の岡本、その隙を見逃さず1番天野が差してきた。ここはへさきが完全に届いて並びかけるところまで来ました。レースは2周2マークの旋回、岡本を捕まえた内から1番の天野明を先手取るか前も、ここはなんとか振りほどく5番の岡本太志、スペースをついてきたのは6番の藤田博人が2番手争い。レースは最終周回、力強く再び5番の岡本抜け出します。6番藤田が2番手に上がる勢い、外にピタリと1番の天野がつけて最後の1マークの攻防、つけばいは1番の天野秋をこらえる6番の藤田博人、最後の1マークの攻防、1番天野もう一度5番の岡本に近づこうとはしますが、まだまだ岡本先頭キープ。6番藤田も2番手争いをまだ繰り広げ、1番天野との攻防、3連単5番1番6番ですと1002倍、5番6番1番ですと2072倍、どちらにせよ10万周となりそう。5番の岡本、6番藤田が最後は2番手もぎ取って1番天野3番手、大波乱。先頭5番岡本ゴールイン、6番1番の順でゴールイン、2番4番の順でゴールイン、ラスト3番加瀬ゴールイン。